主要統計の発表でマーケットはどう動くをテーマに株式投資の羅針盤を主催し、テクニカルアナリストでもあるピクシスリサーチ代表の清水陽介さんに今週発表の主要統計を読み解いていただきます。主要統計ぶった切りのコーナーです。清水さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速今週の経済指標となりますが、はい、先週末アメリカの雇用統計が良くなかったそうなんですが、そうですね、あの、はい、今週もいろいろとまあ発表になるんですけれども、はいはい、今日もね、なんか中国の CPI とかね発表になりましたが、はい、まあ、先週末、まあ、ちょっと今注目されてます雇用統計ですね、はい、これがあまり良くなかったということで、はい、まあ、為替などもかなり反応しています、うん、で先週もちょっとご存知の通りね、株、はい、日本株もだいぶ下がりまして、はい、まあ、その雇用統計が悪いところをどこまで織り込んでるのかっていう感じになってくるかと思うんですけどね、はい、まあ、ただ先週末本当イースター休暇ということでアメリカの方が休み、はい、で今晩まあヨーロッパ市場も休みということですから、はい、まあ、どうなんですかね、日本が一番最初にこう反応しなきゃいけなかったんですよね。そうですよね、ですから、まあ、ちょっと今日あたりも、はい、とりあえず売りという形で大きく下がったんですが、はいはい、もうどうなんですかね、なんか結構皆さんこう悲観的になってるような。そうですね、なんかいろいろ私もなんかこうニュースとか、携帯ニュースとか見てると、だいぶ悲観的なこうネガティブな捉え方をしている方が、ね、なんか20万人ぐらい増えるんじゃないかと言っていたのが12万人だからダメだろうと、はい、そうですね、でもまあ12万でも20万でも似たようなもんじゃないかという、はい、そのような気もしますけど ね、 そ, ううね、そんなにネガティブになることではないんですか。ないと思いますけどね、結構私も影響されて、あ、そうなんだっていう、なんかあ、そんなにネガティブな形なんだ感じなんだっていう風に捉えたんですけど。そうなんですよね、はい、で失業率も低下してますしね、はい、ですからまあ失業率も要するに給食、うん、職を求める人が減ったから低下したんだなんていう話も出てましたけれども、はい、まあ、ただまあアメリカの経済は指標があまり良くなかったということも確かなんですが、はい、ただ季節的にね、やはりイースター休暇前ということもありますし、で日本で株でいうと配当を取った後ということもありますし、で為替なども決算が終わった後ということもありますんで、いずれにしてもこう結構いろんな波乱要因、今までの流れがちょっと一旦逆方向に行く時期ではあるんですよね、4月っていうところは。ですからまあそういった意味ではあまりこう過敏に反応しなくても、でまあ、世界的な景気鈍化になるんじゃないかなんていうね、いう話ですけど、例えばアメリカの、まあ、非農業部門の従事者数が、はい、20万人予想だったのが12万人になりましたと、はい、別に増えてるわけだからいいじゃないかと、だからこれで一つ取ってみてですね、はい、ああ大変だ、アメリカの景気が悪くなるっていう話じゃないと思うんですけどね。なるほど。ただまあ今後ね、はい、今週また中国の方でいろいろ先ほど出るっていう話しましたけども、はい、今日 CPI 消費者物価指数の発表がありまして、はい、今度また週末にですね、はい、GDP の方の発表があるんですよね、はい、で中国の GDP も中国もなんかほらなんか成長率が鈍化するんじゃないかと、はい、結構皆さんこう心配してますけれども、まあ、大体予想では 8% ぐらい、まあ、予想 8.4% ですか、はい、上昇、まあ、伸びてるんじゃないかというところ、まあ、前回でも伸びがこれおそらく予想より悪いとですね、まあ、大変だって話になると思うんですね、はい、また影響がいろいろ出てくるんですね、と思いますね。ただこれもですね、まあ、考えてみてくださいよ、 8.4% が例えば 8% でしたという結果になったとするじゃないですか、はい、これは大変な話ですか。でも確かに 0.4 しか数字としてはですよね、はい、これで中国の景気が悪くなるってそれで言っていいのかどうかっていうのは私は非常に疑問なんですが、でも確かにそんなに小さいこう可能性でってことですよね、 0.4 の、そうですね、ですからもう他のいろいろなものの傾向として良くないかどうか、はい、でまた中国の経済指標っていうのも案外こう、はい、予想された通り結構出てくるのが多いので、まあ、今回もおそらく 8% を超えてれば、とりあえず、まあ、7.5 とか言うとちょっとインパクトあると思いますけど、まあ、8% 超えてればまあいいんじゃないのっていう感じで見てていいと思うんですけどね、まあ、今本当時期的にすごく過剰に反応しやすい時期ですから、まあ、為替などもですね、で特にこう豪ドルなんかもここのところものすごく売られてるんですよね。これもいわゆるそのリスクマネーということで、要するにリスク許容度のリスクの高いものという感じで豪ドルを捉えていて、でまあリスクがちょっと取りにくくなるぞといったら豪ドルが売られるというケースもあるんで、まあ一概には言えないんですけど、景気が悪くなってるから売られてるんじゃないんだろうなという気はするんで、まああまりこう過剰にというか過激にというか過敏にというか
まあ、悲観的にならなくてもいいんじゃないかなという気がします。ただまあ本当は気をつけなきゃいけないのは、本当に足元、私が言ってるみたいに楽観な人たちは本当に能天気なのかどうか、それがやばいのかどうかというのですね。まあ、そこはとりあえずはちゃんと確認しておかなければいけないと思いますので、まあ、あの私みたいにあまりお気楽に考えるのも一つ、まあ、どうかなと思いますけど、こういうふうに考えてもいいんじゃないのという考え方の定義としてですね、見てもいいんじゃないかと思うんで、まあ、ぜひその辺のところは少しこうお気楽に考えてみてもいいかもしれません。はい、ありがとうございます。まあ、あのアメリカの、はい、あの企業業績の発表があるんで、はい、まあ、その辺のところはしっかりと見ておくということだと思いますね。はい、わかりました。清水さん、ありがとうございます。清水さんのピクシスリサーチ、限定会員、そうですね、ピクシスクラブという、はいはい、会員募集中ということで、やってこちらの方に、はい、出てきますので、ぜひ皆さんこちらクリックしてみてください。はい、はい、清水さん、ありがとうございました。いた CM です。